きまでずっと身を乗り出してパンチしているような絵を描いてたんですけど、拳を前に突き出している時の腕、二の腕の立体感が難しいです。身の程を理解してまだこういうイラストに挑戦しない方がいいんですかね。難しいよ。基本的にイラストは見えない部分が多ければ多いと難しいんで、隠れてる部分が多いってことはかなり相手に想像させてしまうので、いきなり描けって言われてもめちゃくちゃ難しいと思う。こうやって拳があるじゃないですか。結構適当に描くよ。俺もあんまり好きじゃないから、こういう隠れてる構図。こうやって拳があって、ここの部分に手首があるのね。見えないところに。手首があって、二の腕がこうやって、ちょっとだけあって、で、さらにこの二の腕の後ろにも腕があるじゃん。肩まで。で、そっから、ここに脇があって、みたいな感じになって、ここら辺に顔が出てくると思うんだけど、この見えないところとかを相手に想像させてしまうから、整合性取れてないと変に見えるのね。ちょっと難しいけど。自撮りするか。あ、自撮りでもいいと思う。見えないけど半透明したらちゃんとあるよねっていうのが、整合性取れてないとなんか変に見える。ちょっと首太いけどこんな感じになるんじゃない。でもこういうの挑戦しないと絶対描けないから、描けるまで描くしかないと思うな。他の構図に逃げたらまた描けなくなるから。で、ここも本来ここに首があるよね、顔があるよねっていうのがちゃんと想像した時にないと、ずれちゃったりするとやっぱ変な意味にはなるよ。終わり。